スタディボックスは、福竹書店から発売された電子学習材である。1984年7月20日に、任天堂とオーディオビジュアルエデュケーションシステムの開発に関して合意、業務提携をし、1986年4月に家庭用ゲーム機のファミリーコンピュータの周辺機器として発売された。通常のゲームショップでは販売されず、福竹書店が運営している。 真剣ゼミ小学講座のテキスト、チャレンジにある申し込み用紙で会員登録する必要があった。機器レンタル料は初年度1万5千円、次年度1万円、教材テープは月額3 5五百円。初代型は大会時に本体を返却する必要があったが、後期のモデルは本体買い取りとなった。初代型モデルはファミリーコンピュータディスクシステムと構成が似ており、 カセットテープを再生するドライブ本体とファミコンのカセット差し込み口に差し込むカセットアダプターからなり、コードでつながっている。カセットドライブ本体の天面には突起があり、ファミコンテープの溝に噛み合いファミコン本体をドライブの上に乗せられるようになっている。後継機ではカセットテープ再生機のテープにファミコン用ロムカートリッジのコネクタがくっついた構造である。 ソフトウェアはプログラムや音声データが入ったカセットテープで専用のテキストと共に毎月送られてきた。このカセットには右チャンネルにプログラム、左チャンネルに音声が録音されていて、テレビには左チャンネルの音声のみ出力される。音楽用テープと同じ要領で再生されることでファミコンで生の音声を用いた学習が行えた。 本気を用いた講座には、小学3年生5年生向けのサイエンスコースと、小学4年生6年生向けのイングリッシュコースがあり、サイエンスコースでは、算数と理科が、イングリッシュコースでは、英語が提供された。なお、開始当初は、国語と、算数、理科及び、社会の4教科の講座提供であった。一部型番のツインファミコンでは正常に動作しない。 本機内に専用テープを入れ、ディスクシステムと同じように、ファミコン本体に差し込んで使用する。操作はすべてファミコンのコントローラーを使う。セーブはできないものの、起動画面で始めたいページを小単位で選べるため、途中で止めても続きから開始することができる。ただし、カセットテープの早回しによる頭出しに多少時間がかかる。電源は本機とファミコン本体にそれぞれに必要。 本機用の ACE アダプタはファミコン用のものと同等。本機の電源ランプは本機への通電ではなくファミコン本体側に連動している。本機は全部で3世代存在しており、第3世代は1991年から1994年にかけて販売されていた。教材内容は物語形式でありゲーム風である。各月ごとに別のキャラクターがいて、 様々な話をしながら勉強を進めていく。プレイヤーは画面を見ながら専用テキストを使い進めていくのだが選択肢やクイズ、計算等に正解しないと先へ進めないようにもなっている。途中のゲームはクリアしなくても先へ進めるのが基本だが稀にクリアしないとそこで終了するゲームがある。章の最後にはまとめようという章のまとめが表示され、 勉強内容の確認等にも活用できた。すべての内容が終わり、一月分の勉強が終わった後には、正末におまけとしてゲームがついていることも多く、特に算数のおまけでは、二人対戦ができるパズルゲームのようなものまであった。なお、専用教材テープのタイトルは多く、すべての時期を含め100タイトル以上はあると見られる。また、 イングリッシュコースでは1993年頃からテキストとゲームや音声データが入ったカセットテープに添削問題集が追加され、正末に添削問題専用リスニングゲームがあり、ゲームをしながら添削専用答案用紙に答えを記入してからイングリッシュチャレンジへ郵送するシステムとなっていて、答案返却時にイングリッシュチャレンジの努力賞シールとセットで送付される。 ベネッセコーポレーションの他の教材と同様、本期の講座用にもオリジナルキャラクターが登場した。彼らは本期の利点を生かし性の音声を聞かせてくれた。各講座には特別付録がついてきた月もあり、例えば、イングリッシュコースでは、リトルメアリーの神飾り。賞賛のサイエンスコースでは、トロプスワールド金色のどんぐり、N57 世を探ろう。 といったタイトルのテープが送られてきていた。特に金色のドングリはファミコンならではのアクションゲームとなっていて学習教材であることを感じさせない出来であった。また、1986年夏には様々な教科の問題をモチーフにしたゲームやパズルをクリアしていく学習アドベンチャー宝島が1987年夏にはアドベンチャーゲームカルバカルバの伝説が 付録としてついていた。ありがとうございます。